二塁フォースアウト、一塁転送、ダブルプレー、中村翔吾はダブルプレーに倒れました。スリーアウト。マリーンズ対ファイターズ、8回が終わって0対0。今井口監督が出てきました、はい、井口監督が出てきて何かを告げました。そして佐々木朗希はベンチに座って出てきません。出てきません。102球、佐々木朗希、8回までパーフェクトピッチング続行中だったんですが、今マウンドのところにはキャッチャーの松川しかいません。そしてリリーフカーが現れました。佐々木朗希マウンドを降ります。パーフェクトピッチング続行のままマウンドを降ります。8回まで14奪三振、一人のランナーも許さなかった佐々木朗希、ここで降板ということになりました。いやー、清水さん、はい、102球、はい、この球数ということもあるんでしょうか。そうでしょうね、まあ、それ以外考えられないですし、やはりこうマリーンズがですね、佐々木朗希をこう入団迎えてからですね、はい、徹底してこう一定のプログラムを組んできてですね、はい、でまあ、この試合の中でもまあ100球を超えたところというところを、まあ、目処にですけども、はい、まあ、シーズンをこう戦っていくというところをこう徹底してるなっていうのが、まあ、こういったところではすごくこう強く今感じましたね。いや、徹底も徹底、なんといってもパーフェクトピッチングだったわけですから。そうですね、はい、本当にマリーンズとしてはこう佐々木投手をね、もっともっとより高いところへ導くっていうところをこう任されてますから、はい、いろんな考え方あると思いますけども、まあ、チームとしてね、まあ、佐々木っていう投手を考えた決断だと思いますね、はい、いやー、しかしですね、ファンとしては、はい、どうでしょう、あと1イニング15球前後、はい、見たかったなという気持ちあります、はい、いろんなその思いはあると思いますけども、はい、まあ、このあたりは本当にマリーンズがこう、まあ、本当にこれだけのこう投手を預かっている球団としてですね、はい、まあ、どういうふうにしていこうというところをこう任されてますから、まあ、そこに関してはね、チームとしての方針、そしてまた球団としての考え方がありますから、